最後、直子先生、どうぞよろしくお願いします。はい。先生はマスタークラスなんで入ろうと思ったんですか？勢いです。ありがとうございます。勢いでよくもここまでついてくださってありがとうございます。で、まあそんなことでね、マスターの授業。なかなか私もこういうことしますよなんてあんまりはっきり言わずにね始めちゃったんですけど、実際マスターのクラスの授業を受けてみてどうでした？そうですね、私パソコンもともと大好きで何台も持ってるので、もう基本的に言うと楽しかった。あ、なんか楽しい楽しい言ってましたよね。はい、そうだめっちゃ楽しいとか言ってた。そうですか。いやいや、よかったです、よかったです。まあね、経営塾半年入ってマスタークラス半年入って、まあね、どんな成果が出たかみんな聞いてるんですけど、まあはい、どんな成果が出たんでしょうかね。去年の5月からちょうど経営塾5期に入って、1年間で25人増えました。すごいですよね。はい、今なんか嬉しい悲鳴があるそうで。あ、そうなんです。満室になりまして、そうお問い合わせが来てもどうしようかなって思ってます。どうしよう、もう本当に嬉しい悲鳴ですね。はい。あとすごい素晴らしいなと思ったことがあったんですけど、まあ専門性が見つかったということでね、はいはい、ちょっとよかったら紹介していただければ。発達障害の子どもたちが大好きで、少しの人数いたんですけど、もうそれを一本じゃないけど、それを中心にやっていこうと思って事業を立ち上げて、セミナーを今度するんですが、セミナーの募集をしたら1日で満室に。すごいですね。その専門性の高い分野の今プロジェクトリーダーみたいなね立ち位置をいただいて、もう今すごい皆さんが注目されているということで、また今後ねいろいろ先生の方から情報発信もあると思うので、ぜひね見てもらえたらと思うんですけど、マスタークラスの魅力はどんなところでしょうかね。人数が少なくて難しいことをやってるので、みんなですごい一生懸命になってワイワイしながら頭沸騰させながら頑張ってます。どんだけ難しいやみたいな。めっちゃ難しいです。でもそれのね難しいことやってることが皆さんなんかねモチベーションアップみたいなね、ということで本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。